皆さんこんにちは、研磨屋です。今回はこれを磨いていきます。今回もハンドルーターを使っていきます。液状研磨剤2種類、バフは2種類使っていきます。詳細は概要欄からどうぞ。かなり古めのオメガスピードマスターです。何年製かは不明ですが、素材はステンレスだと思います。夫の所有物ですが、残念ながら壊れています。腕時計など精密機器はあまり個人で磨いたりするのはおすすめしませんが、処分するのももったいないので磨いて飾っておこうと思います。時計は磨く前に必ず文字盤をマスキング保護しておきましょう。オメガほどの高級時計になると、サファイアガラスというダイヤモンドの次に硬いと言われるガラスを使われているので、磨いたくらいでは傷はつきませんが、念のため保護しました。まず液状研磨剤 SLT400 を塗り、綿バフを使ってベルトの金具を磨いていきます。だいぶ使い込まれていたようで傷がとても多いので、ルーターの回転速度は中速度くらいで、目立った傷を中心に円を描くように磨いていきます。もう少し固めの青鉄バフなどを使ってもいいかもしれません。ところどころピンボケして見にくくてすいません。腕時計などを磨く際、ルーズやベゼルといった駆動部分には研磨剤が入り込まないように十分注意してください。周囲に汚れが飛び散るので、汚したくない場合はしっかりマスキング保護した方がいいですね。また日常生活防水レベルの時計は、そもそも手洗いの際に水がかかるくらいなら大丈夫という程度のものなので、おすすめしません。磨き終わったら一旦洗い流すか、きれいに拭き取って次に行きます。途中経過です。見てわかる通り、ものすごくきれいになっています。次に液状研磨剤 SLV10000 を使ってシーツバフや綿バフで光沢を出していきます。ルーターは高速で回転させて優しくなぜるように磨いていきます。もしご自身でお手入れしてみたいという方は、研磨剤入りのクロスで磨くか、固形研磨剤を使う方が良さそうですね。ブランド品は個人で手入れをしすぎると正規品とみなされなくなってしまい、修理やメンテナンスが受けられなくなってしまうこともあるので、正規代理店に持ち込むか、プロの方にお任せした方がいいでしょう。今回はベルトの隙間を磨くために秘密兵器を用意しました。牛乳パックです。スーパーなどで手に入るもので十分です。適当なサイズにカットしてダイヤブリックで形を整えていきます。細かい隙間を磨いたり微調整に使えてとても便利なので、ぜひ使ってみてくださいね。最後に研磨剤を洗い流します。中性洗剤を使って使い古した歯ブラシなどでこすっていきます。あまりガシガシこすると傷になるので、優しくやっていきましょう。細かい隙間にもかなり入り込んでいますので、時間をかけて丁寧にやる方がいいですね。水をかけるのはベルト部分のみで、時計本体に水がかからないように注意してください。完成がこちらになります。傷や曇りが消えてツヤのある仕上がりになりました。壊れているのが残念ですが、現役の時計の磨き直しもそのうちやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
Twitter、インスタ、Facebook、TikTok のフォローもよろしくお願いします。動画内で紹介している研磨剤は、概要欄のリンクにあるストアーズ、ベース、クリーマ、メルカリからご購入いただけます。チャンネル登録、グッドボタン、励みになりますので、ぜひそちらもいいね、よろしくお願いします。